打倒本願寺。とはいえ外で奇襲で鉄砲部隊を追い払えればそれだけで終わると思う。よし、いけるね。ミヤシュ、思ったほど減ってない。そして鉄砲、信長気をつけてくれよ。といったところでどうにもならないんだけど、もう一回野手、ほぼほぼ削ったと。危ない危ない危ない。もう信長はやめとこう。後ろの方で控えてもらって始末魔雷電捕まえた。お、ちょっと待ってくれ、それ想定外だな。今の動きは、お、信長逃された。死ななかったからよかったものの、丹波で一揆が起こって説得失敗。そうか、この動きは想定外だったな。あんなに一気に寄ってこようとは。まこなこです。前回まさかの出来事が起こりましたが、この伊勢島、松永久秀が攻めてくる。そして能登ではまさかの織田信長が本願寺に捕まるというね、場面ありましたが、なんとか返してもらうことができましたので、引き続き攻めていこうかなと。体制でも整えないといけないので、体制整えつつやっていきたいと思います。今織田信長のところまで来ましたが、ちょっと状況を見ましょう。兵士数ゼロなので、これは急いで回復しないといけない。で、今全体の兵士数が366、あまり多くはないんだよね。なので今度またノートを攻めるにしても、果たしてなんとかなるのかどうかという問題が、攻めることはできてもその後の守りがどうなるかという問題が出てきてしまう。ここら辺兵数減らせる人を減らして、ちょっと限られてるな。もうちょっと兵数増やしましょうと思ったけど、金があまりない。だけれどもそんなことを言ってる場合ではない。ああ、そうだ、ここ人口が少ないから増やせる兵数にね、限りがある。じゃあ訓練してここは終わらせます。一方、前回丹波を秀吉が独断で攻めに行ったんですが、これ状況悪いね。どうする、このまま、なんかこのまま行くとダメのような気がするな。一旦山城か丹後の方に下がってもなーという状況。これ下手すると秀吉がね、捕まる可能性も出てくるので、そのあたりどう考えればいいか。武将の移動だけでもやっておきましょうか。秀吉は残していく。あ、それでも兵数それなりか。これ、武将、兵数を鳴らしたいんだけれども、鳴らす余裕がない。これ、忠誠、すごい低いのが多いんだけど、で、海宝さんは中世1しかないんだけど、兵数22持ってるんでね。だから今お金とかもないから何もできず、行動力もなかった。これ、あれ、そっか、伊勢島は、近江繋がってたのか。こっちが来れないと思って今行動やってたんだけど、これ、厳しくなってきたな、途端に。どうするか。だがこれによって敵の兵数は分断されたと思うので、そのあたりどう考えるか。これ200、でも300近くいるのか。中世1の人が36持っている。近江の方はなんか途端にきな臭くなってきた、機内が。くそー、松永久秀、こいつだけのためにこんなことになろうとは。うわー、苦々しいな。そして今度越前の方も取られる可能性出てくるんだよね、この状況だと。どうする、
加賀から引いてくるという手もあるけど、それもバカバカしいしな。越前も今兵数がいない。ちょっとできるだけ徴兵だけでもやっておこう。けどここは雇える兵数の量が限りがある。この秀吉を下げるか。だが下げると、例えばここ誰かわかんないけど、ここからもし兵が来たら分散、兵数分散されるので、そうすると毛利が来る可能性が高まるんだよね。そうすると毛利と接してしまう。それだけは避けたい。となるとこの光秀のところから伊勢志摩行くか。あーでもそれもな、厳しいね。どうする山城。これあ、これ伊賀はひょっとしたら委任になってるのかな。さっきから伊賀の方行動ができなかったけど、だから武将は確かそんなに強くはなかったはず。ここはやっぱり越前の方来たな。松永久秀よ、お前というやつはこれは何か手立てあるか。不平籠城、籠城ぐらいなんだけど、籠城するか。これ退却しようとしてもね、捕まる可能性が高いので、あんまり意味がないというか、なんというか。さて寄ってきた。これ突撃でいいんじゃないか。あー抜けちゃった。抜けないかなと思ったけど、うわー、真田幸高死亡。松永久秀お前許されんぞ。それはそんなことをやるのは。クソ、坊さん退治の失敗からここまで一気に事態が動こうとは。だが今200ぐらいの兵数だったので、折り返しで、もしくはもうノート取ってエッチを取って、ああそれもないか。そういう方向も一瞬考えたけれども、まずはと、ああ取引不在か。じゃあもうこのまま攻めるか。誰を残すか。そこまで多くの兵数残さなくていいと思うので、鈴木重秀を残そうと思ったけれども、柴田勝家は出られない。じゃあ行きましょう。竹中半兵衛とセットで、ああ何やってんの。野州結構今減ったんだよね、こっちはね。あれ勝てない、ひょっとして信長。あこれ兵数能力低いってことないよね。武装が多少低いけど、それ以外は弱くはないはずなんだけれども、突撃一人逃れた。まあ、山の方からの方がいいか、攻撃するなら。うん、これならば勝てそうな気配が出てきたけれども、あー間違えた。夜の前に寄ってしまった。頼むぞ半兵衛。8ポイントの差。9ポイントの差。多少差をつけてきている。うん、なんとかなりそう。よし、ここで敵逃れないんであれば次の夜襲で捕まえられる可能性も。ああ捕まんなかった。しかも城内戦。どうするか。こことここか。あれ、そしてこっち側。うわ硬いなこれ。
200、これは突入できないんじゃないか。下手するとこれ上行こう。ここだと2箇所から攻撃、次の門をねできるんで。開いた。23日、いやでもなんとか間に合いそうだな。いやー微妙、ここ突破。27、うわそれは想定外の動きだが、ここ突撃。松永久秀爆散となりました。こいつさえいなければこんな苦労はしなかったのに。さて次、元北拠点は行動力あるのは鈴木重秀。おっと山名家か、稲葉は山名家か。越中和野と本願寺がこれでお亡くなりかな。ここ動いたのはありがたいね。本願寺交差が切られた。下妻雷連も逃された。さあって越前から次近江となるんだけれども、もうここら辺はのんびりと内政をやっていけば大丈夫そうです。これは今美濃から近江行くという手もあるけど、違うな、これは美濃から武将移動、越前に移動させて、誰か強い武将いるか。木川一正連れていこう。そして越前はこれ兵数145なので、兵の回復はどうするか。普通に上げていくのもいいけど、ここ民中が今低い。民中上げてからとなると時間がかかるので、どこかから持ってきましょう武将。あーっと毛利輝元が向こうが行っちゃったな。では近江の様子見ましょう。今231、兵数あって向こうは183。この能力差であれば勝てそうかな。軍事その前に再編成をやっておいて、信長に兵がいなかった。危ない危ない、竹中半兵衛にも兵がいなかった。木川一正は減らして竹中半兵衛に、でもう少し残りを置いて、あとはまた武装を買ってから。訓練88がいいのか悪いのかがよく分からんけど、全部出せるんで。さて取り返すぞ。でも信長前行くのやめよう。一人退却、一人寝返り、いいね。あっと詰めるわけにはいかない。ここも待機で、ここで野手。待機こんな感じかな。んで再び野手、ここ待機。城内戦だね。まず信長ここしか突破口ないので、ここ行くしかない。滝川一正兵少ない、竹中半兵衛そこそこ。ここは城門やばいので、なんとかあっさりと。でもこれさっき減らさなかった兵数が手前側にいるんでね、邪魔だね。さて半兵衛でなんとかなるかどうか。ここまで入った方がいいのかな。
突撃。うん、勝てそうだな。あー、退却か。そかそか、退却という手があったんだね。2名の武士を捕らえた召し抱えよう。兵力をもらえるかもしれないんで。そして今出てきたところは忠誠高い方、委任はしない。案外この戦闘のテンポが速いので取り返すのもね、それなりに楽にできる。じゃあ次近江から全部伊勢志摩向けて進みましょう。今大名の畠山が、そして姉が浩二が後を継いだっていうね、ここら辺の話なんだけど、上杉に切られて、なかなかの切れ者がやってきてくれた。かわいそうに。となるとここら辺の忠誠度も多分下がってるだろうから早く攻めたいんだけど、だがまずはもう三好を片付けた方がいいような気がする。では伊勢志摩の様子は286、結構兵数がいる。うん、一人寝返りそうな人がいるけれども、それでもちょっと厳しいか。280対240だと。これ武将来るまで待とう。286で確か寝返り可能性があるのが一人いるという話だったので、まあなんとかなるでしょう。340角、あー竹中半兵衛が動かないのか。今はちょっと一旦待とう。ここで丹波の方に敵が攻めてきた。ここ今まだ米をほとんど持ってってないんでね。なので、あーこれ嫌な地形だな。ここからしか通れない。あー、そしてなんで戻ってきちゃった。まあ行こう。回り込むか。移動、まあ、33位は兵糧、25。これ夜襲待つ時間的ゆとりがないよな、どう考えても。突撃でガンガン一人死亡。なめたまねしてくれちゃってからに。落とせるね。これももういいでしょ、突撃で。なぜか本願寺の武将が、これ夜襲いけるんじゃない。誰だこれ。嫌まんな。何がし、そこまで戦闘力高くないから倒されてもいいんで。あ、敵が撤退した。そして敵武将を捕らえたが召し抱えられない。じゃあもう初段しかないでしょう。敵大名がね、今捕らえられたという話。山中鹿之助にやたらとちょっかい出されてんでね。そして武将捕らえた。あー、稲葉田島の方が毛利に襲われないかの方が心配になってきた。で今は伊賀、ここからは何もできない。では信長たちで攻めに行こうと思ったら、今度は滝川一正が動かないけれども、300ほど兵士いるので大丈夫でしょう。兵糧300ぐらい持っていって、さて寝返りがあるかどうか。一人退却。今ここに鉄砲いるんで、これだけは確実に倒しましょう。一人寝返った。しかも鉄砲部隊が寝返ってくれている。じゃあ鉄砲は城に向かって放ったが、あっさりと捕らえられた。ちょっともったいなかったかな。少し引いて待ちましょう。夜襲倒しきれないが、ここで倒して捕まえた。これもおっと、一人寝返った。まだ無傷の人が寝返ってくれた。これも突撃で倒してもね、いいような気もするけど。
あ、間違えたな。ついつい待機を連打してしまった。これ一旦また引いて最後の野手にかけましょう。ここでどこまで減らせるか。ここまで減らせれば勝つことはね確実。あっと逃げたね。城の中にはこもらないというそういう意思表示をしてくれた。敵が動揺している。こんな感じで、うん、退却か。よし、抱えておきましょう。残りは。そして今来たところは滝川一益にお任せする。ここね、商業とかもマックスまで上げた場所だったのでかなり取られたのは痛かったんでね。だがそれもなんとか今取り戻すことができました。少し編成やりたいが次のターンにしましょう。逆に東側行く予定が全く今立ってないような状況。ここら辺はゆっくりと内省しながら様子見ます。今度は飛騨で謀反が発生。上杉のところ、村上義清が謀反を起こしていた。続いて大和の方、ここは400の兵数、かなり兵数はいる。だが忠誠もばらつきがそこまでないね。この32の忠誠の人が寝返ってくれれば兵数98持ってきてくれるので、この辺りをちょっと期待したいんだけれども、他でも鉄砲とかはないからそこまで恐れることはない。400ね、こっち500あるので、じゃあ行きましょうか。訓練とか大丈夫か。訓練、そっかそっか、兵数よくわからん武将が持っているのでこの辺り鳴らしてからさらに進みましょう。では準備整いましたので大和攻めましょう。信長、山中、鹿之助、あと高坂、竹中、もう一人はよくわからない武将、この5名で金少々、兵糧500ぐらいあれば十分。500対400の戦い、あとは敵が寝返ってくるかどうかの問題もあるけれども、だが野襲さえうまく効けば問題なさそうなんだよね。退却か。一瞬寝返ってくれたかと思ったけど、どう行くかだな。これ鉄砲部隊敵はいないので、あ、これ信長あんまり前行きたくないね。あ、なんか嫌なところ入ったな。一人捕まえた。ここはゼロまで削ったは良いものの、うん、これは突撃で倒そう。死亡。こんなところかな。これも倒しきれないか。これは下の方を野手やって、ここら辺は突撃してってもいいような気はするけど、これはもう武将ごと処分しましょう。敵がやってきている。あ、これ後ろに回り込んでるな。なんだろうなこの動きは。どういう動きだ、ちょっとよくわからんね今の。わかるところからやっていきましょう。ここら辺にいたのはどっか行ってしまってる。他が見当たらない。もう一丁野襲仕掛けるために一旦引いて、あった、ようやく寝返ってくれたね一人。
かなり削った跡だけど。さてさらに城内も入っていきましょう。なんか見てはいけない名前が。これで逃げるんだもんな。追いかけるのが大変。どの道退却するんだろうからね、とっとと。我々の刃を食らってほしいんだけど。うん、いやまだ退却してない。兵所に誘い込まれたらもうあと待機でいいでしょう。どうせ一部隊しか追い込めないんで。ここまで来て逃げるか。こっちの兵糧を少しでもね減らそうと言わんばかりの行動。ここで織田信忠が今やってきたという話が出ましたね。では最後摂津泉はどうなっているか、ここ確認しておきましょう。もうね、三好は倒し終えたい。忍者が戻ってこない。わあ、ダメだな。なかなか最後の拠点だけあって守りが固い。山中鹿之助ではもし帰った。ほんと軍師がなんか適当なことばかり言うから役に立たないんで。一人北条氏政がなぜかここにね、三好家の方にいる。これが寝返ってくれればといったところか。他は忠誠は高い。戦闘力一番高いのは75の武将だけれども、兵数は9。他は60以下。全部の兵数は300ほど。ならば、全部出せるんであればもう行きましょう。信忠いますね。能力は戦闘68か。まあまあといったところ。魅力91。今回は留守番ということで。じゃあ松永久秀の失態を償ってもらいましょう。多いね、さすがに。とりあえず山の中に、山じゃないか、森の中に入れておきましょう。動く気配ない。鉄砲がここ、これは優先して倒す。できれば殲滅戦はやりたくないんだけど、やらざるを得ないかな。こんなに囲まれてると。刺激で倒してしまってもいいような気がするけど、ちょっと様子見よう。再び夜襲。なぜか信門がいたね。武田信門。そして北条氏政がここで寝返ってくれた。一気に兵数的にも楽になった。あとは籠城来ないことだけを願って。どうしようかな。大将一気に追い詰めるか、それとも大将かな。ここはもう感じで城内戦になってしまう。氏政は忠誠度は88、かなり高い数字。そしてここからか、城門ここ2つか。壊していきましょう。そこまで手早くは壊れそうにない。
入場していって、最終的にはここで合流か。だがこの右上からだと1個2個3個門壊さなければいけなかったけど、下からだとここ壊したらすぐね、もう本丸のすぐそばに行けてるんですよね。ならば全部下から行けばよかったかなとかね、考えてしまいますけど、門開いて信長は後で来るようにしておきましょう。最後の城門が開いてどうするかだな。普通に突っ込ませようか。まあ打つ手もね限られるんで、突っ込ませるぐらいしかないんだけれども、一人捕まえた。通常攻撃あとわずか。この今回の憎しみをすべて受けてもらって、あーそっか、でも後ろの方これ回られる可能性あるのか。突破か、突破は想定外だな。こっちも突撃で、これで敵がどうか。あとはここに留まってくれている。よーし、三好義興を倒して、いやー長かった。そして機内すべて制圧したぞ。だがこれによって東行くべきか西行くべきかがまたね悩みどころっていう。どうすればいいんだろうな。これ西攻めるとなると丹後から田島行って、田島摂泉がどうつながってるか結構つながってそうなんでね。となると田島行った後にどうすればいいかが悩ましくなる。この東側の方がルートがね、能登取って越中取って飛騨取ってとかいう風に結構片方から全軍出せるパターンが多いので、東側から行きたいような気がするけど、この辺りはまた次回以降やっていきたいと思います。続き興味ありましたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。